ネムスターティン、ヒロノリ、渡辺。あの自分で取れなくてもチームメイトのところに弾くというプレーをしていたのですごく助けになりましたね。おお、渡辺のスリーが決まった。トップの位置から打っています。テーブス、渡辺スリーはどうか。しかもバスケットカウントです。バスケのファウルを誘いました。よく決めましたね。自分で行くか、ちょっと窮屈になった鵤。4対2のアウトナンバーというところで渡辺ステップバックをして打ってくる。琉球タイムアウトです。リバウンドからの速攻でした。連続で3を決めました。これでも網野さんアウトナンバーできてましたもんね。そうですね、はい、よくコーナーまで走ってましたよね。イカルガ選手もそのパスコースを見逃さずにスキップパスを飛ばしたのが素晴らしかったですね、はい、2本連続で3を決めた渡辺、10点差がまたつきました。いい状況ですよね。岸本も今いい形で3を打っていったんですが、渡辺どうか。3本目は来た。試合を決定づけるナビタイムが来ました。3本目。開きましたね。そうですね、はい、トランジションの中の走り込みのところからなので、もうゆったりと打つことができました、はい、まあ、ギブス選手、ロシタ選手が深い位置まで走り込んだので、はい、トップのエリアが開きましたよね。ありがとうございます。終盤の連続スリーポイント、大変しびれました。チームに勢いを与える大活躍でした。振り返っていかがでしたか。いや、あのいいパスが来たんで、あの入れれてよかったと思います、本日も2000名を超えるファンの方が来場してくれました。ブレアリの雰囲気いかがでしたか。はい、まあ、満員にはできないとは思うんですけども、あの応援も今できない中で、できる限りね、声援というか拍手をしてくれたので、本当に僕らにとっては力になるので、まあ、最高の雰囲気で試合できたかなと思います。それでは来週末の新州戦への意気込みをお願いいたします。はい、まあ、新戦力も入ったと思うので、相手は決して気を抜かずに、またホームでできるということなので、絶対負けてはいけないと思うので、しっかりまた練習をしたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。本日スリーポイント6分の4、15得点の活躍の渡辺博典選手でした。皆さん大きな拍手をお願いいたします。